どうしても対戦相手のサーブよりも力強く返そうとしてしまうので、まずこの考え方を捨てます。皆さんこんにちは。ハイパフォーマンステニスプログラムを始めていきたいと思います。今日もですね、無料版プレミアム版と分けてお伝えしていきたいと思います。今日はですね、サービスリターンを中心にで、パートナーとやるんでサーブも含めてプログラムを皆さんにお伝えしていきたいと思います。まずサーブ側ですね。サーブ側で練習の中で、気をつけることは、まずですね、サーブのコースですね、ワイド、センターだけじゃなくボディも打つことですねを心がけてやってきます。ファーストサーブ、セカンドサーブを打てるようにしていきます。リターン側はですね、選択するリターンですね、通常のターン、下がってステイバック、そしてブロック、この3つを重点的に取り組んでいきます。そしてですね、その中、それだけじゃなくポイントの余裕ある時など、どんなことを、がっちり決めるんではなく、どんなことをしてもいいか、してはいけないのかなども、この練習を通して伝えていきたいと思います。塚田コーチ、サービスリターン、気をつける点などありますかね？すごい単純な練習ですよね。そうですね、気をつける点というかですね、どうしてもサーブとリターンって練習をする量が少ないと思うんです、単純に。ですからこのようにですね、ストロークと同じようにですね、このようにサーブとリターンに対して意識してやるということがとても大事な時間になってくるんじゃないかと思います。 OK です。まずはですね、サービスリターンでやってはいけないことをお伝えしたいと思います。これをやるとですね、かなりのこのサービスリターンの相手サーブですねのブレイク率が上げることができる。それは何かというと、やはりですね、リターンミスしないことなんですよね。反対にここで禁止事項としてエースを狙いに行かない、エースを狙いに行くということはポイントを取るけどミスもする。なのでここではミスすることをまず省く。それをミスすることを省くということは、エース狙うこともなかなか難しいと思うので、エース狙いに行くとミスももちろん入ってくるので、この両方をこう消し去って、そしてまずは確実なリターンなので、相手のコートに返すということをこのサービスリターンの練習の中でプライオリティとしてですね、一番に挙げていきたいと思います。ではですね、早速サービスリターンをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。セカンドチャンネルよろしく。ではですね、サービスウォームアップから始めるんですが、だいたいですね、皆さんは、カゴなどを使ってサーブを打って、そこでこうちょっとなんか集中力が途切れてなんている場合もあるので、ここではパートナーとも始めてしまいます。パートナーとウォームアップ、サーブを打って、そして打ち終わったら反対に相手がパートナーがサーブを打つ。でウォームアップなのでリターンするあまり理由がないので、ここではもう何球か、例えば2球持ってたとします。2球サーブを打って、相手はもう止めてください、ウォームアップの時。そして、相手パートナーですね、パートナーはそれを止めて持って終わったらまたサーブを打つ、向こう側のパートナーの方止めてまた2球打つ、その繰り返しで徐々に上げていきましょう。ウォームアップのサーブであまりリターン打つそのメリットはないんで、だったら時間の短縮を狙いたいと思います。では行きましょう。ではですね、3球持ってるので、まずウォームアップからゆっくりですね始めていきたいと思います。体を大きくですね、大げさに使いましょう。最初から叩くのではなく上にですね打っていけるようにします。OK です。ではですね、体が
温まった前提でいきます。ウォームアップを、終わってサーバー側とリターン側ですね。まずはですね、ファーストサーブセンターに行きます。ちょっとずれてるかな。ではですね、ここからリターンを入れてきます。でもファーストサーブに対してまずはターンをいきます。どうしてもですね、サーブ打った後、それで終わりになってしまうので、そうならないようにですね、やはり次の動作が見えることによって、3球目のアンフォーストエラーをなくす練習を行います。ではですね、ある程度やったら次フォアバック交代交代でいきます。
では向こう側リターンはブロックしましょうか。ブロックリターンしましょう。2球目もファーストいきます。はい、ワイドいきます。ワイド。ボディに行っちゃいましたね。はい、ボディ行きます。もう一回ファースト。よいしょ。ナイスリターンですね。はい、ではサービスこちらラスト行きます。今のはグッドリターンだったんでミスらないことを優先しました。もう一回バディ。はい、一通り同じことをやってチェンジをしていきます。まずこちらはターンですね。スプリットステップで入ってターンして入るようにします。ターンして入るようにします。はい、このターンの注意点ですね。ターンの注意点はストロークと違うので、ハイパフォーマンステニスプログラム、今日はですねサービスとリターンについて取り組みました。リターン側ですね、もうこれができたら確実にサービスリターンのサービスブレイクする確率が増えるというですね、まずはミスしないことを重点的に取り組みました。塚田コーチ、はい、サービスリターン、またサービス、はい、いかがだったでしょうか。はい、テニスのゲームですね、一番大事なのはやはりサーブとリターンだと思うんで、そこをやはり試合の状況をイメージして練習するということが一番大事かなと感じました。サービスリターンなんですけど、何も意識しないよりもゲームを意識したりポイントを意識したりして、緊張感のある練習の仕方をしてほしいですね。相手がいるっていうのも大きいですよね。ただ打ちっぱなしっていう練習 しがちなんですけれども、相手がいることによってあとは球数が決まっているので、はい、コースも考えますし、リターンサイドもポイントを指定されるっていうのも、あ、こういった状況で自分がどんなプレーするかなっていう、ただ来たとこ勝負じゃなくて、少なからずとも意識する、意識させるコーチとして、対戦相手でもいいですし駆け引きをしたり、これ言葉じゃなくても、じゃあ例えばその心理状況を理解してんで、じゃあ自分がリターン側だったらどういうことをやられたらサーブ嫌だかとか、サーバー側だったらどういうことをリターンにやられたら嫌だとか、そういうことも含めてこのサービスリターンを学んでいただければと思います。はい、無料版はここまでになります。この動画が参考になりましたですね、高評価、チャンネル登録、そして SNS でのシェアですね、そして Facebook のオンライングループもやっております。ぜひこの機会にご登録ください。コメントもお待ちしております。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。
はい、プレミアム版のお知らせです。 YouTube はですね、なかなかこう細かく取り組めないことをプレミアム版でですね、プログラムを含めて取り組んでいます。ぜひそちらの方もお申し込みください。